皆さんこんにちは。解散から6年以上が経過したスマップ、事務所との確執、メンバー同士の確執と様々な理由が報じられていましたが、ここに来て関係が修復気味という噂が出ています。果たして真相はどうなのでしょうか。そこで今回はスマップの元メンバーの現在の関係についてご紹介していきます。28年間に及ぶ活動を行い、国民的グループと称されたスマップ、コンサートだけでなくバラエティにも多く出演し、お茶の間に笑顔を届け続けていました。しかし2016年に突如解散を発表。このニュースは衝撃的で、日夜報道がなされるなど大きな社会問題にまで発展しました。そして2016年12月に解散。解散の理由は簡単に説明すると、売れていない時代からスマップのマネージャーを務め、スマップを現在の地位まで引き上げた飯島道さんと事務所のオーナーのメリー北川さんとの間で確執が発生し、一時スマップが分裂する危機に陥ったからと言われています。そこからメンバー間でスマップを残すか事務所を去るかで話し合い、解散となったという経緯です。ただメンバー間でも確執があったと言われており、その点も解散の原因の一つになるでしょう。解散以降は草薙さん、香取さん、稲垣さんがジャニーズ事務所を退所し、飯島さんの事務所に所属、新しい地図として活動を開始。リーダーである中居さんも2020年3月末で退所し、自身で設立した株式会社のんびり中居に席を移し活動中。木村さんは唯一ジャニーズ事務所に残り活動しています。さてこのように解散後バラバラになったスマップ、不仲説もあって今後共演することは難しいと考えられていました。しかしここに来てその仲が修復されたと言われています。一体なぜなのでしょうか。それは中居さんと香取慎吾が6年ぶりに共演することが決まったからです。ダウンタウンの松本人志さんとタレントの中居さんが MC を務め、4月30日にスタートするフジテレビ系松本中居という番組に初回ゲストとして香取さんが登場することが23日に同局から発表されたのです。2人の共演はグループ解散後の2017年4月22日のテレビ朝日系スマステーション以来6年ぶり。特番を経てレギュラー化された松本中居は、公私ともに親交の深い松本さんと中居さんがレギュラー放送のバラエティ番組の MC として初めてタッグを組む話題の番組、驚きの人選によるマッチングトークや音楽、お笑い、ダンス、アートなどのパフォーマンスも楽しめる予定です。記念すべき初回に MC の中居さんと香取さんのマッチングトークが実現。テレビカメラの前で対面を果たした2人に松本さんを加えたトーク内容に注目が集まりそうです。さらに香取さんはライブパフォーマンスも披露するといいます。放送作家の高須氏は自身のツイッターに、新番組一発目ということで MC の中居くんからスタッフにお寿司150人分の差し入れと記し、美味しそうな寿司の写真を投稿。すごと驚いていました。この投稿には素晴らしすぎる、スマップ最高、スマップ愛を感じる、すごい差し入れですね、さすが中居くんです、中居くんかっこいいな、中居くん気合入ってますね、と様々なコメントが寄せられていました。このように共演が決まり歓喜に沸いたスマップファン、今後も元メンバー同士の共演が増えてくるのではと期待されています。また香取さんをはじめ新しい地図の本格的な地上波復帰が実現しつつあり、木村派とされるお笑い界の大物明石家さんまさんが香取さんや草薙さんと番組共演を果たすなど、元スマップのメンバーたちを取り巻く緊張関係に雪解けムードが漂い始めています。今年1月からは草薙さん主演の連続ドラマ罠の戦争もスタートしましたし、今後ますます新しい地図の活躍がテレビで見られるようになるでしょう。テレビ誌ライター、こうした背景もあり一部でスマップ再結成への期待も高まっていますが、
その一方で3人の同行以上に障壁となりそうなのが5人の中の年長コンビ中井さんと木村さんの関係とも言われています。2人についてはかねて不仲説が取り沙汰され、スマップ解散の要因の一つにも挙げられています。それが最近になってその深刻さが改めて浮き彫りになったとか。そうささやかれる理由が1月30日に放送されたしゃべくり007の2時間特番に木村さんが登場した時のことでした。この日は高校時代のクラスメートや担任の先生と共に青春時代の思い出話に花を咲かせるシーンもありました。実は木村さんは中井さんとも高校時代に同級生でクラスメートだったんです。でも木村さん本人の口からもクラスメートや担任の先生からも中井さんに関する話題はもちろん、その名前すら一切出ませんでした。万が一本当は話していたけどカットされたという可能性もあります。とはいえファンの間で2人の不仲説が再びクローズアップされたんですよとテレビ誌ライターが指摘。そんな中ネット上では番組サイドが木村が所属するジャニーズ事務所サイドに配慮して中井の話題を NG にしたのではと指摘する声も見られます。しかし別の芸能事務所のマネジャーはこうした見方をこう否定。2020年3月に事務所を退所し、現在は個人事務所で芸能活動をしている中井さんですが、今もジャニーズタレントと共演しているように、そもそもが円満独立で古巣との関係性は悪くないですからね。中井さん絡みでテレビ局がジャニーズ事務所に何かを配慮するなんてことはまずありえませんとコメント。そうなると木村さん本人が自分の意思で中井さんの話題を避けた可能性があり、そこで不仲説が再度取り上げられたというわけです。真相は分かりませんし、ファンとしても気になるところですよね。中井さんはジャニーズ事務所退所発表時の会見で SMAP 再結成について 1% から 99% の中にある、0ではないし 100% ないとは言えないとしつつも、一人の問題でないことも挙げ、期待に全てを応えられるわけではないと述べていました。こうしたコメントから SMAP 再結成を望む声が上がっていますが、それ以前に今後公の場でお互いの口からその名前が発せられる日は来るのでしょうか。今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。